74式小隊機関銃は中華民国陸軍が正式採用から長年経過した57式機関銃の後継としてベルギー FN 社の FN マグを参考に改良を加えたものである。T74 小隊機関銃 7.62mmT74 機関銃とも呼ばれる。正式名の74は民国74年に 量産型が完成したことによるもの。74式小待機関銃ベルギーの FN マグは1958年に登場し、多くの国に採用された。ツラネキンは74式の設計時に FN マグの長所と短所、並びに自身の工作能力と戦術思想を参考に改修を行った。74式での変更点は細部にわたり、FN マグの欠点を呼び、 台湾陸軍兵士の体系、運用方法に合わせたほ五57式機関銃の二脚化の流用などがある。FN マグとの主な相違点は、調整が重心に固定されているが、もし非固定式とした場合、さらに高度な工作技術を要求されるため、ズラネキン205兵交渉は固定式とし、返流調整つまみを消門に取り付けた。74式の重心は、 原型同様素早く取り外しができ、重心上には FN マグの初期型と同様の放熱灯が取り付けられている。正式採用した陸軍では74式は耐久性が高いと歓迎されており、憲兵部隊以外の陸軍及び海軍陸戦隊で使用されている。本銃の発展型として86式同軸機関銃が M41DK 戦車用に、 開発されたが、少数が改造されたのみだったため、大量生産されることはなかった。また、CM-32 に搭載される94、仕切りも根獣等、CM-34 不評戦闘車の同軸、機銃用として、74V1 式同軸機銃が開発された。ありがとうございます。